皆さん、こんにちは、こんばんはということでね、お久しぶりです。今日はですね、2018年の8月17日ですね。今日はですね、ちょっと時間がありましたんでね、ちょっと動画を撮ろうかと思っています。私がね、目を離した隙にね、たくさんのね、やらせ事件がね、起こっているみたいですね。まあ別のところではね、一応、伝えてはおりますけどもね、YouTube でね、少し、やらせ事件ね、見ておきたいと思いますね。どういうやらせ事件をね、相変わらずやっているのかっていうのをね、見ていきたいと思います。今日はこの、大阪府であった事件ですね。高知省、富田林ですかね。富田林市の富田林警察署で、あった脱獄事件ですね、この事件をね、見ていきたいと思います。ね。さてね、メディアが、いつも騒いでますけども、こういう騒いでる事件というのはね、要注意です。ね。皆さんをね、マインドコントロールしようと思ってね、炎上気味にね、加熱気味に、報道してますからね。これをね、ちょっと、まあ、ナンバーなんかを見てね、調べていきたいと思います。皆さんをね、洗脳しようと思ってね、たくさんこういうふうにね、記事がね、ネット記事が上がってますね。ね。富田林脱走ね。すべての記事とかすごいですよ。もうたくさん、山ほどもうね、こうやってね、過熱報道します。ね。まあ、全部見ていきたいんですけどもね、どれも一緒ですしね。かいつまんで、見ていきたいと思いますね。ほんとね、全部見ていきたいんですけどもね、ちょっと時間がないんで、まあ少しばかり見ていきたいと思いますね。もうね、すごいです、こうやってね。こういうふうにね、皆さんを洗脳しようとします。こうやってね、たくさんの記事でね。ひどいですね。もうキリがありません。記事をね、これライブドアですね。ライブドアのインチキ記事を見ていきたいと思いますね。警察署から逃走した男、バイクなどを手にし、行動範囲拡大の可能性もありますね。これ、ちょっと見えにくいかもしれませんけどもね、日付と時間、配信時間、2018年8月16日11時47分ですね。これ合計すると39になりますね。39っていうのはね、この飛田淳也。っていうのはね、カルディアンで39になりますね。あ、ごめんなさい。ピタゴラスですね。ピタゴラスで39っていう数比になりますね。カルディアンは25ですね。39っていうのはね、まあ、3区の27ですよね。27で、3×9 ですから、999になりますね。いつも言ってますけども。999で反対にすれば、666ね、10の印になりますね。あ、獣の印ですね。獣の印になりますね。それから27ね、3区27、27っていうのはね、足したら9にもなりますね。まあこういうの、ちょこちょこ出てくると思います、こういう数字がね。ざっくり言うと、12日、大阪府警、富田林署から、強制性交未遂容疑で逮捕された男が脱走したと。ね。強制性交未遂容疑ってありますね。ほんとね。羽曳野市内で服装が似たバイクに乗った男によるひったくり事件が発生と。府警はバイクなど移動手段で行動範囲を広げた可能性もあると見ていると。これはいつかな。これが富田林署から逃走5日目。行動範囲が拡大の可能性もありますね。大阪富田林警察署から容疑者が逃走してから5日目。足取りは16日もつかめていません。警察署の周辺の防犯カメラには容疑者とみられる男が赤い自転車で北へ移動する姿が映っていました。その後、大阪府羽曳野市内で、この自転車が見つかり、羽曳野市内。13日にはひったくり事件が起きています。隣の大阪府松原市には容疑者の実家があり、土地勘のある地域で逃亡を続けている可能性もあります。16日で連休が終わって17日から通勤をする人も増える中で、男の行方は未だ分かっておらず、住民は不安を募らせ続けています。飛田純也容疑者30は、12日夜、富田林署で弁護士と接見した後に、過重逃走の疑いで指名手配されています。飛田容疑者は富田林署の近くで赤い自転車を盗んだと見られ、この自転車は富田林市の北に隣接する羽曳野市の住宅街で放置されていました。羽曳野市内では翌日13日、飛田容疑者と服装が似たバイクに乗った男によるひったくり事件が発生。15日になって被害者の携帯電話が富田林市で、カバンや現金が抜き取られた財布が大阪市西淀川区でそれぞれ見つかりました。大阪府警は、飛田容疑者がバイクなどの移動手段を手に入れて、行動範囲を広げている可能性もあると見て捜査を続けていますと。ね、まあこういうニュースなんですけどもね。まずこの、キーワードですね。キーワード。ね、羽曳野市。ね、羽曳野市とね、この松原市っていうのが出てきますね。これ実家が松原市ですね。で、羽曳野市でひったくり事件が起きてるわけですけども。これ防犯カメラに映ってましたね。それも見ていきたいと思いますけどもね。まずこれ数比で、見ていきますね。数比で見るとどういう数字が出てくるか。富田林からね、羽曳野市に行きました。そしてね、バッグをひったくったわけですけどね、この羽曳野市、ね、羽曳野市は、ね、こういう風になってます。こういう風にね、羽曳野市、ね、33数比ですね。これカルディアンですね。ね、羽曳野市。ね、こういうのちゃんとね、フリーメイソンリーの数字をね、絡めてます。ね、オカルト数をこういう風にね、絡めてますね。こういうのはね、ニュースでは全然言いません。ね。暗号ですからね。暗号コードですからね。羽曳野市33。ね。これフリーメイソンリーの数字ね。それから、こちらは、松原市、実家の松原市ですね。松原市。ね。これもコード化されてます。ね。松原市で検索するとね、数比調べると33数比が出てきます。こちら、カルディアンですね。カルディアンで、33数比です、ね。こういうのね、ちゃんと考えて作ってますね。この彼らはね、作ってる側、仕掛けてる側ね、やらせ事件を仕掛けてる側はこういうふうにね、数字を絡めてきます。それからもう一つ。富田林、ね。富田林氏ですね。これも、44ですね。44。これもフリーメイソンでいうね、数ですね。やらせによく出てくる数字ですね。富田林ね。44です。ゾロ目がね、たくさん出てきます、ね。オカルト数がたくさん出てきますよ。それから、この、ひったくりの様子がね、撮られたというね、防犯カメラ映像をね、こちらをちょっと見ていきたいと思います。これは男が逃走した翌日の13日月曜日に撮影された防犯カメラの映像。今見ました?ね、気づかれましたか?もう一回いきますよ。この数字に注目してください。2018年8月13日。21時4分1秒、ね、映像を FNN がこれ2秒3秒ときてね、独自に入手、4秒まであるんですけどもね、したこれは男が逃走した翌日の13日月曜日に撮影ね、最後ここで止まりますね。これ合計するといくつになると思います?ここで11、11に8で19、19に1で20、23、23にここに1で26、26に4足して30。で、ここで33になりますよね、合計が。これ全部合計したらね、33になります。これもね、33をね、マーキングしてるわけですね。わざとね、こういう映像を用意してるわけですね。撮影された防犯カメラの映像。ね、ミニバイク。ここでこの画面に変わりますから。ね、最後3、本当は4秒まであるんですよ。4秒まであるんですけど、3のところで止めて、この画面に移りますからね。これも本人がどうかわかりません。ね。工作して作ってますからね、一応本人とされる映像としてますけども、このね、注目するのはこの数字です、ね。数字がね、33になってるってことですね、合計数が。ご存知ない方がね、たくさんいらっしゃるかと思うんでね、再度申し上げますけどもね、この33っていう数字はね、スコティッシュライトのね、フリーメイソンリーですね、これの最高階の数になりますね。フリーメイソンリーですよ。これね。33ありますね。33マーキングしてますけどもね。こうやってね。フリーメイソンリーを表す数字です。彼らが背後にいるってことなんですよね。だからね、33の数字をマーキングしてるってことはね、彼らが後ろで操ってるっていうことなんですね。防犯コンサルタント、吉川雄二、元警視庁刑事、少年麻薬拳銃などを担当。現在メディア出演のほか、警察監修でも活躍と。もうこの人が出てただけでね、もうやらせっていうのがね、すぐわかりますよね、全部のやらせ事件にね、この人出てみますからね。はっきり言ってですね、このようなね、見えすいたやらせ事件で NW を推し進めるね、この人たちが凶悪犯罪者なんですね、実はね。